C から A へパス、 A から B へパス。 A はパス&ゴーで縦に動き、中央からバックステップで左サイドに離れる。 B は A のタイミングを見てループパス。 A から D へのラストパス、 D がフィニッシュ。A は B へのパス後、素早く動き出す。 B は A がパスを受けられるタイミングになるまでボールをしっかりとキープして、 A に落ち着いてループパスを出す。 動き出しは A がバックステップを開始したタイミングで動く。 C はA が上がって空いたスペースをカバーリング。